はい、始まりました。しゅーちゃんオートレース。本日はですね、今日から始まります川口オートレース場ですね。今日4日間開催の初日ということで、しかも今日はあのグレードレースね、連覇した加賀谷選手が、川口走路で初めて走る、しかも初めてね、新車で登場ということで、今日は加賀谷選手全力応援でやっていきたいと思います。今日はですね、旧レースの方からまたやっていきたいと思いますので、どうぞ最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。10秒前です。さあ9レースです。ここはまやちゃん、あとは金子選手、4番8番この2車でしょう。スタート金子選手一発いく可能性があるかなと思っていった。スタート B が遅れてる、かますべ走行すると展開が良くなるんだよね。まやちゃん行け、早めに OK。あとは金子選手がしっかり頭までしっかり、うわー5も早い、いや6も早い、うわー立つ前にやられちゃう、頭立て野上さん、や頼む、野上さんさばいて、野上さんをさばけれんかい、野上さんさばけないで終わっちゃったよ、マジかよ。やっぱ後ろか、まやちゃんダメだ、ワンテンポ遅い、まやちゃん入って、内打ち入る、内打ち入る、追って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 深谷選手のピッチの方が上がんないから、まやちゃんこれでいけるかな、どうかな、やり返したらピッチ上がる、うわきついな、あまたやり返された。さあまやちゃんまだワンチャンあるよ、近づけば、近づけてろ、近づくまで、深谷選手まで行けねえか、おバクれるか、ワンチャンない、ダメか、あーだね。折り合っているような印象。さあ10レースですね。ここは翔太とキムタケ、5番と8番、この2車でしょう。翔太来い、スタートしました。あれスタートめちゃくちゃ折れてね、どうだね、見えねえ、うわめっちゃ速いやん塚越さん、やべ思想通り、これもしかして、うわ思想通りやん、でしかも抜いたさん、うわ抜いたさんもやられてるわ、あでもここまで来たら木村さん来るわな、そして岡本抜いたが続いておりまして、4番手から攻めは待ったなし、木村武氏がすぐに、これ木村武来るでしょ、三着争い、ああ三着争いが微妙だな、2番手が木村
作り、その後ろ相馬、さらにはホンダ、最高峰が広瀬正光、残りは3周回です。先頭争いの完全なる一騎打ち、7番の塚越の主導権であります。これ離れての5番、リーダーさん残せ、ルイタさん残せ、キムタケ来い頭まで、キムタケ来い頭まで、ルイタさん残せ、ルイタさん残せ、やばい、正体来られた、あーガチガチのガチやんこれ。もう入るでしょう、ガチガチのガチやん、これ3点何倍最悪じゃん。なんだ、抜いたさん残してくれたらな、逆転したのにもったいねえ。いや、さすが木豚け新走路で見事一着。さあ11レースですね、ここはもう大好き一択でしょう、かましが効くのかどうか。11レース、さあスタート、くい、いけ大輔、まず福村さん切ってった、よし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 、まとめてかましました。後方から攻めが速いのは掛川勝人、ややインコースで失速するような感じになりました。掛川くんがいいよ。さあ大輔外から振って、どうする、いやー早い、スピード合戦、さあそこから先頭に上がる、速い、速すぎる、リサ頑張れ、リサ頑張れ、さあ1番の中野追って長井があっという間に速い、速い、掛川くんも速い、リサ来い、リサ、リサ頑張れ、あーダメだ、翔ちゃんにやられる、翔ちゃんにやられる、来た、翔ちゃんにやられちゃったよ、うわー、リサ頑張れ、まんまかな、大輔ぶっちぎりやん、やっぱかまし効くね、リサ4着だよ、これまたガチガチ、ね、ガチガチやね、またね、また300円、マジかマジか、ガチガチやね、またね、まあ初日だからしゃあないね、大好きおめでとう。さあ皆さん、加賀屋大応援団集結でございます。さあ最終12レース、ここはもう加賀屋戦一択で頼むぜ、加賀屋しっかり頭で頼むぜ、来い、行け加賀屋、よし加賀屋かませ、行け、よっしゃ早い、まずは幸先の良い一周回の動きであります。福田がレースをリードします。さらには島田、3番よし、行け、加賀屋行け、さあ一周に入りました、
せかませまくれ。これは一気に伸びるのか。6番鎌原の上を行った行った金谷滝明、鎌原の前に上がろうとしていますが抵抗する鎌原。残りは4周回です。まくれ、いけ。さあここは大手回りようにして鎌谷戻るようにして3番手で上がりました。もうこうなると福田さんが粘ってる、福田さんが粘ってる。凱旋レースはさすがの立ち振る舞いだ。輝きた、楽勝じゃ。わあ、しんちゃん来たよ。しんちゃん早い。ダメだ、島圭さんが全然いけなかった。楽勝じゃ、かがや。よし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 、オッケー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 。そして4番の高橋義則、横コーナーを立ち上がりまして残り1周のブルーから池かがや、ラスト1周。終盤戦はタイムアタック状態。かがや滝明、上がりタイムにも注目であります。2番手は影山氏、そして川原が3番手の位置。体勢はほぼ決着があります。今最終コーナーをクリアしました。オッケー、初戦おめでとう。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。最終レース影山慎ちゃん勝ってた忘れてた、はいということでですね、今日加賀谷選手とね、本当にCS とか出てて、あとはもう今日はもう一日加賀谷ででしたね。はい、でおかげさまでお帰りボードとかもね CS で出させてもらって、そしてお帰りボードはなんと私の大好きな東屋さんに飾っていただくことになりました。そして皆さんがねいつもここが、お家のようにねお店に来ていただいてお帰りみたいな形でアットホームな形でね東屋さんの方にね皆さん行ってもらえればというふうに思っております。あとは今日ね、加賀谷選手をしっかり応援させていただきました。団長と二人でね、中心となって、皆さんでね、本当加賀谷選手を応援いたしました。新しい車、いいんじゃないですかね。明日も頑張ってやっていきます。ぜひ皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。そして本日も皆様、お疲れ様でございました。